皆さんこんばんは、トールです。今回は、祝300人登録おめでとう。本当にありがとうございます。これも見てくれている方がいらっしゃって初めて成り立つことですので、いつも温かいコメントやご視聴いただき本当にありがとうございます。で、昨日上げた動画がですね、あれのおかげでちょっと300人達成させていただいたと僕は思ってるんですけど、内容は室外機のショートサーキットのことについて参考になるような動画にしようと思ったんですけど、編集してたらですね、例の通行人の方のところが1時間半ぐらい僕撮影してたんですよ。でカットしてすごいあそこが短くしてるんですけど、そっちの方に反響をいただいて、なんかやっぱ皆さんああいうことめちゃくちゃあって思ってやってるんだなっていうのをすごいコメントとかでも思いましたし、僕もですね、本当ちょっとちょいちょいおじさんディスってるわけじゃないんですけど、思ったこと書くのなんか大丈夫かなとかちょっと不安に思うとこもあったんですけど、無事ちゃんと上げてよかったかなと。でも本当感謝もおじさんにしてるんですよ。手伝ってももらいましたし、その動画のおかげで今があると思ったらもうめちゃくちゃ、おじさんもしこの動画見てたらすいません、ありがとうございます。ここの動画を機にちょっと感謝を伝えさせていただこうと思いました。で、レン君についてちょっと最近ツイッターとかインスタとか TikTok とかもしてて、でそこでも YouTube のコメント欄でも、息子さん電気の資格取らないんですかとか、息子さん何歳ですかとか、たまにやっぱこう質問くれる方がいて、で本当はこの YouTube を始める時に、 YouTube というか息子が来て、息子を動画で取り出した最初に、息子のことをちょっと話してからこう始めようかなって思ったんですけど、そこを家族会議しまして、聞かれたら答えようというスタイルで、で現場でもこちらから息子ですとかも言わず、もしお客様がこうなんか聞かれたりしたら答えようみたいなスタイルでいました。でそれにもやっぱり理由がありまして、レン君は今、中学校3年生の14歳です。誕生日が11月の5日なので、11月の5日になったら15歳になるんですけど、今14歳です。でレン君が手伝い出したのは13歳の中学校2年生の時からで、で現場行ったらやっぱレン君、その去年とか、今でもなんですけど、お客さんとかからすごい不思議な目で見られたりする時もあってですね、日曜とかに現場にレン君連れて行くと、休みだから手伝ってるんだろうなとか、夏休みとかの期間だしたら夏休み中なんだろうなっていう感じだったんですよね。で去年レン君が6月ぐらいから来だした時も、その時ちょうどコロナのなんか渦中だったんですよ、世間が。なので平日来てもコロナで学校が休みなのかな、なんか結構そういうことも言われたりして、でもうなんかこちらからあんまいろいろ言わなかったんですよね。嘘もつきたくないし、でも工事に入る前からうちの子14歳で不登校なんですとか、そういうのもなんか言うのもおかしいなと思って、聞かれたら言うっていうスタンスを蓮君とも話して保ってました。で一応蓮君は不登校です、学校は。でもう小学校4、5年生ぐらいから全然学校にはもう行かず、その不登校もいじめられたとかなんかそういうのではなくてですね、単に蓮君自身が学校に楽しさを見出せないと。でもう一個不登校に僕の中でなった理由と思ってるのが、蓮君は小4か5の時にその親友みたいな子がいるんですよ、レン君の。で今もレン君その子とは仲いいんですけど、その子が転校しまして他県に、でその子は同じマンションに住んでた子だったんで、いつもこう「レン」とか言ってピンポンとか来てくれたりして、
朝も一緒に迎えに来てくれたりとか、すごい蓮くんと仲良くしてくれてた子がいたんですよね。でその子はもう転校して、いよいよ蓮くんもなんかもう学校も面白くないしみたいな。で僕らもやっぱりこう自営というか経営してるから、朝も結構バラバラだったり、夜もバラバラで、夫婦ですね、うちの奥さんも経理とかしてるんで、ね、やっぱ蓮くんに学校行かせようと思ったら、それ相応の生活リズムを僕らもしないといけないんですけど、それも僕はできず、まあ妻もやっぱできず、で妻はやっぱ学校に行ってほしいので学校に行きなさいって言うんですけど、結局その朝じゃあ起こして、毎朝で朝ごはん用意してとか、それがやっぱりこうできない時があって、でこっちもまあ僕自身は、僕も幼い頃不登校だったんで、なので、まあ、僕はあんまり蓮が学校に行かないことについては全然何とも思ってなくて、行くなとも思わないし行けとも思ってないというか、まあ僕も学校行かずに今があるので、まあ楽しく生きてればいいんじゃないかなっていう、そういうスタンスです。蓮くん好きなゲームがあって、あ、すいません、蓮くんが好きなものをちょっと公表したいと思います。蓮くんが好きな飲み物はポカリスエットです。現場中だいたいポカリです。で食べ物は結構何でも好きで、肉も魚も刺身も全部好きなんですけど、好きな食べ物は結構全般、まあラーメンがやっぱ僕ら博多なのでラーメンも大好きです。よく現場の昼間はラーメン食べることが多いです。蓮くんは学校行ってない間で、僕の仕事は去年から来たので、その間何してたかっていうと、やっぱりゲームにはまってまして、で今蓮くん用の PC があるんで PC でしてるんですけど、その前はiPhone とか WiiU とかで、そういうゲームしてて、で今蓮くんが好きなゲームは Fortnite と Apex で、もともと蓮くんは、ゲーマーを目指してて、そのフォートナイトとかのなんか大会がやっぱあるみたいで、でそのプロゲーマーの人たちはその大会で優勝とかすると、まあテレビでも前あったりしてたんですけど、もうすごい人とか1億とかやっぱなんかそれぐらい稼げるみたいで、で蓮くんはゲームで好きなことでお金を稼ぎたいっていうのは、もう小6か中1ぐらいの時に聞いたら言ってたんですよね。で蓮くんはやっぱゲームに本気になってたんで、 PC がそのもっと上手くなるように PC が欲しいとか、そういうの言われたら、まあできるだけ欲しいものを与えてて、で蓮くんに PC を与えてゲームしてた時に、蓮くんがその手伝い出したちょっときっかけも話したいと思うんですけど、去年のその夏の時に僕はなんか体調が悪かったかぎっくり腰かなんかそんなん でその時現場で結構重たい内容の仕事があったんですよ。1軒で、まあ、3台エアコン入れ替えで内外カバーしないといけない、で1台7キロかなんかの2部4部でちょっと1人でするの大変だなみたいな、でそれ妻と話したら、まあ、妻が手伝うよって言ってくれて、で妻が手伝うよっていうそういう会話をしてた時に、蓮くんが蓮も行っていいっていうなんかその時言い出したんですよ。でその時ですね、うちマンション Wi-Fi がその時してあって、で Wi-Fi がめちゃくちゃつながらない時期があったんですよ去年。でそれもなんかコロナで自宅で皆さんいらっしゃる時間が多いから、その回線がパンクしてるって言って、結構もう夜になったら全然 Wi-Fi が使えなくなって、で蓮くんはもうゲームができないからやっぱ暇なんですよね。で暇してる時に僕らの会話聞いて、暇するぐらいならなんかしたいなみたいな多分感じで自分から言って手伝いに来たんですよ。でその現場をまあ親子で行って、でうちの妻もいて蓮くんもいたんで、まあお客さんにもなんか、うちの息子ですみたいなこともなんか話しながら、まあ何も言われずその日現場を終えて、で現場を終えてうちの妻だけ先に家に帰して、で僕と蓮くんその倉庫があったので僕が借りてる、でそこに片付け行って、家に帰ってきたそのエレベーターの中に蓮が、パパ、蓮欲しいもんがあるけんさ、これからパパの仕事手伝っていい？ってその時言ってきたんですよ初めて。
ね、その手伝いは要はまあお小遣いちょうだいみたいな意味もあったんで、だからもう僕はもう嬉しかったから、わあいいよって言って、でもううちの妻にも言って、で蓮がこういうこと言ったんで、明日から連れていくねみたいな話が、それがもう僕と蓮くんのストーリーの始まりだったんですけど、こんな感じで僕の仕事を手伝うようになって、で今では蓮くんはもうゲーマーとは言わず、ゲームは今趣味ですと、で将来社長になりたい、で一番多分蓮が本当に目指してるのはお金を稼ぎたいっていうのはやっぱ節々で言ってるなと。お金が稼ぎたい、でお金を稼ぐためには社長になりたい、で社長になるには今パパが社長してるから、ここをやっていくのが一番最短ルートだみたいな、多分蓮くんの中でそういう、仕組みで思ってるんだと思います。で蓮くんと一回なんか一回っていうか、まあ、何回か熱い話をしたことがあって、で来始めの時に一回二人で米田コーヒー行って、なんかめちゃくちゃ熱い話をしたんですよね。で蓮くんはもう経営者になりたいっていうのもその時言ってくれたんで、もう僕の中でその時に結構スイッチがバチンと入って、あ、今までその現場を手伝って現場を教えて、まあ一職人として稼ぐみたいな感じで僕思ってたんですけど、その時話した時に蓮くんは経営者になっていくんだと、僕はもうその時になんか見えたんですよ、未来が。でそのためにはやっぱり僕の理想な会社はこう工事会社なんですけど、やっぱり工事会社を経営しててもその工事を全く知らない事務員さんとか、まあ、社長とかそういう会社もいっぱいあるじゃないですか。でそれはそれで全然僕いいと思ってるんですけど、僕やっぱどうしても工事から入ってるので、やっぱ工事を知ってほしいと、自分の会社にいる人は、それが事務員さん、女の人であろうが子供であろうが、やっぱうちの会社にいるってことはやっぱ工事のことは知っといてほしいっていう思いがあったので、あの工事をがもう大前提、工事の人のまあ気持ちとか立場とかその状況をまあ想像したやり取りができるような会社を目指したいっていうのが僕会社をやっていく上であるんですけど、で蓮くんがまあその最初は工事だけと思ってたんですけど、あ、経営者になりたいって思ってるっていうの分かったんですけど、まあ、その中に僕の思いが工事は分かっとってほしいっていう、そこの話とかも結構ちゃんとして、で経営になってしていくってことはやっぱ税金のこととか、まあ、世の仕組みとかで、今コロナになって助成金とかいろんなことがあるじゃないですか。でそういうのも情報は溢れているんですけど、自分から探っていかないとそういうのもやっぱ分からないので、そういうところにも目線を向けたりとかで、こういう YouTube 発信するとか、結構やっぱ幅広く目は向けとかないといけないなって今めっちゃ僕思ってるんですよね。なので蓮くんに、まあ、素晴らしい経営者になってもらいたいし、で工事にでもやっぱリーダーシップを、蓮が来るとなんかこのすごい殺伐とした現場でもみんなが希望が見えるみたいな人になってもらいたいっていう、まあ、これは僕の思いなんですけど、まあ、そういう話とかも蓮とちょいちょいしてるので、まあ、まだ蓮くんは今14歳で中3なので、どこまでですね理解してくれてるか分かりませんけど、まあ、この思いはずっと僕の中では持ってると思って蓮くんにずっと仕事を教えていってる感じです。で逆に蓮くんからも仕事中蓮の動きを見るとこう僕も教わることがあって、あ、蓮こんなやり方するんだ、それいいかもねって思うこともあるんで、僕もすごい蓮くんといると刺激になるので、僕もなんか教えてもらってる感じで一緒にやっていってます。そうお伝えしたかったのが、あの蓮くんを育てる、まあなんか育て方じゃないですけど、そういう教育っていうんですかね、結局僕父親であり、まあ、現場を教える親方でもあり、で蓮くんやっぱその不登校になってるんでリアルな友達がいないんですよ。ネットの中じゃなんか結構友達いるみたいなんですけど、なので蓮くんの友達にもやっぱならないといけないなっていう思いが僕にあって、で
僕自身が父親がいなくてですね、もう生まれた時から母一人子一人なんですけど、でその父親も多分生きてると思うんですけど離婚です。うちの母が、僕が0歳の時にも離婚したみたいなんで、全然親父の記憶とかなくて、でまあそのですね、その実の親父と0歳からも記憶がなくて、でお母さん一回再婚したんです。でその逆に言うと、その再婚のお父さんの方が僕の頭の中には記憶が残ってるんですけど、まあ本当のお父さんじゃないっていう意識がちゃんとあって、でも本当その2回目のお父さんとの結婚生活がすっげえ短かったんですよね、うちの母親。だから僕自身がその父親っていう存在を全然なんか人から聞いたりドラマ見たりとか、なんかそういう情報でしかなくて、自分の実体験がないから、うちあと娘が2人いるんですけど、娘が生まれた時はそこまで思わなかったんですよ。可愛いなっていうとこだけ で、息子になるとやっぱりなんか父親の存在ってすごいなんか大事だよね。じゃあどうしていこうかなみたいなことすごい自分で思って、なんかすごい自問自答したんですよね。父親に育てられてない僕が父親になって、蓮くんをどう育てていけばいいんだろうとか、蓮が生まれるっていうか、お腹の中で男の子って聞かされた時からそれは最初思ってて、今はもう自分の中で決めてるんで全然いいんですけど、その蓮くんの育て方、息子やっぱ男同士っていうのすごい僕はなんかここに、まあでもなんかあるんですよね。親父っていう、蓮くんはだって僕が親父だから、僕の育て方がお父さんになるわけです。でも僕はお父さんがいないから、逆に言うとも自由というか、僕が作り上げれるというか、それがいいのか悪いのかわからないですけど、まあトールの蓮くんの育て方っていうのも、このなんか仕事を交えてなんかこう育てていけたらいいなって思ってます。で、もしその僕が父親とその0歳の時でも離婚した離れてるんですけど、16歳ぐらいの時にその父親と会ったことがあるんですよ。まあ半年かな、1年ぐらい、まあちょっとこうね関係があって、でもしご興味がある方がいらっしゃいましたら、コメント欄などにコメントいただければそのことについても話したいと思います。まあいろいろその時はあったんですよ、僕父親と。もうその記憶で終わってるから、なおさら多分蓮くんに対しても父親とはみたいな思いがなんかこう半分意地なのか、まあいい思い出じゃないんですよ僕は、その本当の父親と。まあそれももしご興味がある方がいらっしゃったら話したいと思います。で、今後のトールチャンネルについて話していきたいんですけど、一応僕のチャンネルは、やっぱレン君を今育ててるところをすごいメイン動画にしてて、その中での僕育てる側の気づきや発見や、僕自身がまだやっぱ成長してってると思ってるので、僕の動画はやっぱ蓮くんはやっぱあの年でこの仕事手伝いたいって言って、もう1年間学校をね行かなくなったのに、この1年間続けてるっていうことは僕はすごい誇りに思ってますし、蓮くんのこれが絶対自信にもなると思ってるんですよ。なので僕のチャンネルでは本当挑戦する人をすごい応援したくて、蓮くんがまさにそうだなって思ってますし、で僕自身もやっぱり応援するってことは、僕もやっぱり果敢に挑んでいかないといけないなと思ってます。なのでまあまだ働けない子たち、世間でいう、でも違う国では生まれた時からもう働かないといけない5歳から働いてる子たちがいたり、そのなんか常識が常識じゃないみたいなとこもあると思うんですよ。だから僕はもう挑戦する人を本当に応援したいと思います。子供たちで学校に行ってる子でもやっぱエアコンしたいなとかこれしたいなと思っても、まあ世間的にダメだっていう両親もいっぱいいると思うんですけど、そのなんでダメだって育つと、やっぱなんでダメだかがわからないまま育
座っていくことが僕は良くないと思ってて、やっぱり自分で考えて、それでも自分で、まあやっぱり保護者の中にいるので自分だけで判断できないこともあるんですけど、まあその時にいいよって僕自身が言えたこの気持ち、やっぱレン君を、あ、今なんか新しいことチャレンジするんだなっていう認めた、そこが僕は本当未成年の方でも何かですね、役に立ちたい、稼ぎたい、人気者になりたいとか、そういった願望からやっぱその年でもやれることっていっぱいあると思うん で、あとはその保護者の、まあ、自分だったり応援してくれる人たちの接し方もすごい重要だと思うんですよ。だからそういうところを僕のチャンネルで、まあ、少しでも届けていけたらなんかいいなって思ってやってます。そういうのを届けていきたいチャンネルにしてます。なので僕はエアコン工事がとか電気工事があって、まあ、自分がそれで飯食ってってるんで、それしか武器がないんで、それをずっと動画には出してるんですけど、僕はやっぱりその挑戦する人を応援したり、人を笑顔にしたり、自分が笑顔になるツールと思ってるんですよ。もうエアコン工事も電気工事も、その中でやっぱりやったことない現場とかになると怖くなったりワクワクしたり、いろんな思いがあるんですけど、いや本当にそれでやっぱりこのエアコンの仕事、自分自身も続けてきてよかったなと思ってますし、こういう今 YouTube とかで発信できることもすごくありがたいなと思ってます。そして今後の僕のチャンネルでは、ずっとちょっと今シリーズ化しつつある福岡市補助金申請っていう動画を今2回2現場上げてるんですけど、それもう本当僕飲食店も盛り上がってほしいっていう、やっぱ福岡地元で、でその今回福岡市の補助金申請が福岡市の飲食店さんに60万までなら、福岡市がその3分の2かなんかを補助してくれるみたいで、でそれを飲食店の方が申し込もうと思ったら、まあエアコンだったりいろいろ空気なんかいろいろあるらしいんですけど、まあ僕はエアコンのことでよくお客様から問い合わせがあって、で福岡市の、会社法人じゃないとその補助金申請の対象にならないみたいなのがあるらしくて、それでなんかあの僕の見積もりが来て、実際あれ決まった現場、あの2現場本当に決まったとこだけ一応その飲食店さんにも了解を得てあげていて、でそれが第1期第2期とかがあって、6月にもその補助金申請福岡市がしてて、でそれが決まって、あのその時見積もりして、でその審査が降りた方たちがちょうど今8月の末ぐらいに、皆さん6月に申請したのが8月の末ぐらいにその方たちは福岡市から OK が出たみたいで、でその仕事が今2件僕の方で決まってるんで、僕はその補助金申請って大体結構大変な工事が多いんですよ。パッケージも多いですし、高性能エアコンじゃないとダメだし、まあ、ウルサラだったりパナのナノイーとか、なのでそこをまあエアコン工事の大変な現場に果敢にレン君と2人でいる、2人だったり1人応援を、僕の大好きな先輩を今度呼ぶ現場もあるんですけど、そこも見せながら、まあその飲食店さんも、僕まだ影響力が全然ないんで、全然その飲食店さんの応援になってないと思うんですけど、まあできることからしたいなっていう思いもあって、その飲食店さんを概要欄に話していただいたり動画で出させていただいてますので、もし福岡市に住まれてる方や福岡に来ることがあったら、ぜひ、ご紹介させていただいてる動画の、飲食店さんのところにも行ってみてほしいです。で僕もあの現場終わった後ご飯食べに行かせていただいたりして、あの本当すごい皆さんよくしてくださる、まあ、これはいっかもう本当あの飲食店ないってすごい寂しいじゃないですか。だからやっぱ少しでもこう飲食店さんが少しでも活気がつくような、そうすればやっぱ僕ら工事屋さんも活気がついてくると思ってるので、なんか僕でできることと思って、あえて福岡市補助金申請という動画を上げさせていただいております。
でこれから一応上げようと思ってるところはその福岡市のまだ工事はしてないんで9月の、10日と8日と工事するので、まあ、その後編集してまた福岡市補助金申請シリーズを上げていこうと思ってるのと、であと新しく僕あの7月とか8月に買った作業服とか道具とかがあって、でそれをもう本当はすぐ動画にしたかったんですけど、僕らあのコロナになってしまって本当に 3週間ぐらい、まあ、外出するのもダメだったし、体も本当僕40度が4日ぐらい続いて、で肺炎にならなかったのだけは幸いだったんですけど、もう本当そういう体調を崩してしまってですね、もう動画も上げれる勇気あの体力もなくて、それでちょっと先延ばし先延ばしになってしまったんですけど、だいぶ今もう回復して元気になったので、8月のもう頭に届いてた道具とかもうめちゃくちゃ開けたくてしょうがなかったんですけど、そこでそのコロナになってもう一気にやる気がなくなって、で今また頑張ろうって気になってるんですけど、もう繁忙期終わってしまったので、まあ現場がある中でその道具を使っていったりする、そのレビュー動画を上げていこうと思ってます。はい、では今回300人達成記念と題しまして、レン君のこと、そして今後のことについて語らさせていただきました。これからもまたいっぱいあの僕は動画で笑顔もお届けしたいと思ってますので、動画を見ていただいて一人でも多くの方が笑顔になっていただけたらなと思ってますので、これからもどうぞ応援よろしくお願いします。では次は500人達成の記念イベントしたいです。なのでチャンネル登録高評価よろしくお願いします。バイバイ。